こんにちは、ソンです。本日は暇だったので羽田空港に行ってみた動画になります。この日はめちゃめちゃ天気良かったですね。上に飛行機が見えます。空港本当に誰もいなかったですね。国際線、これ第3ターミナルですね。第3は本当に人いなかったですね。なんか何もしないのに来てるっていうのがすごいなんか恥ずかしいっていうぐらい人がいなかったです。ここが出発のフロアになります。全然人いないですね。とりあえず展望デッキで飛行機を見ようということで今展望デッキに向かっています。いや天気が良かったのですごい気持ちよかったですね。飛行機もよく見えました。たまにこうやって空港来て飛行機見るのいいなと思いました。めっちゃ旅行行きたくなりますね。いや早く海外旅行行きたいですね。一番行きたいのはそうですね、韓国と、イギリスとトルコです。韓国ソウルとロンドンとイスタンブールに行きたいですね。今年、来年には行きたいな。本日も最後まで見てくださりありがとうございます。この動画がいいなと思ったらチャンネル登録お願いします。また次回の動画でお会いしましょう。以上、ソンでした。